Okay. Hey guys. How's it going?、今日は、B 動詞 Part 3をやります。これか。ででん。Okay. So,、今日は B 動詞 Part 3です。前々回はI をやりました、I am ですね I am を、短くしたやつ I、前回は、You are、You are をやりましたで今日はこれをやります He is She is、彼は彼女は He's She's ですねOkay, so, まず、B 動詞ですけれども、まあもうしつこいようですけれども、B 動詞っていうのは、主語の状態を表すんですね。まあどういうことかっていうと、主語が、前々回みたいに、僕はあの、左と右のこれすごいよくわかんないんですよね。下手なんです。主語が、I、私っていう場合でしたら、例えば、I'm tired. まあいいや。I'm tired って言ったら、私は疲れています。I'm hungry. 私はお腹を空いています。I'm a student. 私は学生です。I'm an English teacher. 私は英語の先生です。っていう感じで、I, oops, I が来て、B 動詞、am.が来て、で、そうすると、こう、状態が分かるんですね。OK。ちょっと疲れてきたんですよね。なんか、何言ってるのか分からなくなってきちゃった。OK。じゃあ、早速ですけれども、he, she の、例文を入れます。ででん。She's a bookworm、bookworm っていうのは何かっていうと、本の虫。虫の本。本の虫あれ虫の本あれ本の虫虫の本でしたっけ本の虫でしたっけまあいいや、どっちでもいいや。She's a bookworm.、bookworm っていうのはとにかく本をたくさん読む人のことです。なんで、I used to be a bookworm. I read a lot of books、when I was in high school and college. 僕は昔すっごい本を読みました。特に高校時代と、大学時代。高校時代は、なんかちょっと刑務所みたいな学校、高校に行ってたんですよ。全寮制の。で、テレビ禁止だったんで、もう超本読んでました。もうテレビがないんで、もう読むものがもう本しかないんですよね。もう本当読みましたね。おかげさまで。じゃあ次。こうか。He's an early riser. Early riser っていうのはどういう人かっていうと、まあ健康的な人だと思います。習慣的に早起きする人のことを early riser って言います。ちなみに僕は、仕事がある日はギリギリ前に出ます。でも週末とか休みになると、early riser になります。So I think I'm an early riser. Okay, next one. He's a decent husband.、husband っていうのは何かっていうと、これは、旦那さん、夫って意味ですね。なんで、decent husband っていうと、まあ、ちゃんとしている旦那さんです。僕は decent っていう単語は、真面目の単語の部類に入れてます。decent っていうのはどういうことかっていうと、まあ、基本的に全てをちゃんとやっているっていう人だと思います。decent husband って言ったら、子育てもしているし、ちゃんと家族サービスもしているし、なんか、奥さんのためにわかんないお花を買ってる人かもしれないです。とにかく、まあ、なんかちゃんとやってるんです。でも、なんかズバ抜けて何かすごいっていうことではないです。基本的には一応ちゃんとやっているっていうだけです。ですから、he's a decent employee って言ったら、これ今度、従業員になるんですけれども、まあ、真面目な従業員っていう感じだと思います。ちゃんとしてるっていう感じですね。Okay, じゃあ next one.She's a legend.、伝説です。彼女は伝説。まあ、伝説。She's a legend.、いいことも悪いことも、何かすごい、した人のことを legend
って言ったりします。例えば、高校生なんだけれども金メダル取った、もう She's a legend みたいな語り継がれる人ですね、そのもう、いろんな人。あとは例えば、なんだろう、うちの高校でレジェンって何か、あ、昔もう僕が入る前でしたけど、高校に体育祭が嫌で、で前日にホースでグラウンドを水浸しにして使えなくしたっていう人がいました。 He's a legend I think っていう感じです。ですからもう悪いこともいいことも、まあとにかくすごいことをやった人です。すごいことって何かって言ったら、みんなが語り継がれるようなこと、そういう時に使います。She's a legend. Okay, じゃあ next one. She's Wonder Woman. Then, okay, so Wonder Woman. 映画見ました？ Wonder Woman ってあれです。なんで彼女は Wonder Woman だよっていう、特に意味ないです。それだけです。ただ単にWonder Woman見て僕は結構好きだったっていうだけなんです。あの女優超綺麗ですよね。Okay, so that's about it for today. Thank you very much, guys. Bye.